速報プレミア初ゴール遠藤航コップの反応がこちらです。彼はサラーのパスを無駄にせず、ヌニェスやディアスにはできなかったことをした。ラブ遠藤、これはまさにスタートです。我らが日本の選手よ。リードされてる時こそ遠藤は輝くのかもしれない。この人が私の心を救ってくれたレジェンド。彼は途中出場してゴールを決め、さらにトレントのゴールが生まれ、リバプールが勝利した。遠藤航はもっと試合に出るべきだと思う。同点ゴールを決めた時、彼が祝うこともせずにセンターサークルに走って戻っていったという事実が大好きだ。彼は我々が勝者を獲得することを知っていた。クロップが彼を信頼してもっとプレイしてくれることを願っている。彼がいると我々の中盤はずっとバランスが良くなる。遠藤はまさにゲームチェンジャーだった。